タックルでボールを奪いましたが、タッチラインを割ってスローインです。ボールを運びゴールに襲いかかります。これはどうだ、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。そのまま返します。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。攻撃ムードに水を差す形になってしまいました。このパスミスは非常に痛い。スローインに変わります。ヘディングでのパス、いい形でゴール前まで持ってきました。サイドへ、ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受け手と出し手のタイミングがずれてしまいましたね。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。中盤でボールをカットしました。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。さあスタジアムのテンションが上がります。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。さあ折り返した。ブロックに当たる。コーナーに向かいます。笛が鳴ってこれはファール。チャンスを狙っています。シュート、シュートはしっかり詰めている。スローインからゲームは再開です。ヤヤトゥレ、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ここはクリアを選択。あまり無理をしません。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールはどうだ。クロスは結局チャンスになりませんでした。あっとこぼれた。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。ボールを運びゴールに襲いかかります。なんとか一息つきました。スローインです。ここはスローインが相手に渡りました。試合はスローインで再開です。ここはスローインのミス。ボールを失いました。ここで打つ。シュートは浮いてしまいました。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。サイドへ振る。これはスローインになります。トゥレ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。いい形でゴール前まで持ってきました。
ここでシュート。キーパー反応した。ボールを弾く。ここでコーナーキックです。セットプレーを生かして1点も勝ち越せるでしょう。コーナーを無事処理。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。さあ決まるか。ゴール、ゴール。勝ち越しのゴールが決まりました。これが決勝弾となるのでしょうか。このまま勝てば昇格ですから、貴重なゴールですね。ハーフタイム直前にリードを奪いました。監督もリードしたことで後半のプランを立てやすくなりましたね。トゥレ後半戦が始まります。危険な位置です。緊張感が増してきます。キーパーに奪われました。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。そのまま返します。ボールを運びゴールに襲いかかります。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。いい形でゴール前まで持ってきました。これは来た。ゴール。貴重な追加点が決まりました。昇格に向けて視界は良好です。ここで必ず勝つという姿勢が功を奏していますね。ここまでのシュート数を見ても今日は積極的にシュートを打っていますね。そうですね。確実にシュートチャンスにつなげている印象です。ゴールラインを割ってゴールキックです。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。カットしました。ここはどうするでしょうか。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。さあスタジアムのテンション。トゥレー。非常に惜しいシュートでしたが、これは決めたかったですね。味方も入ったと思っていたでしょう。悔しいですね。フリーキックで試合が再開となります。危険な位置です。緊張感が増してきます。審判が笛を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。いやー紙一重。なんとか弾き出します。ラインを割ってコーナーです。
パスは完全に読んでいた。ボールを運びゴールに襲いかかります。ややトゥレ、このシュートを弾いた。コーナーからのキックとなります。トゥレ、ボールを抑え込みます。いい形でゴール前まで持ってきました。絶好のシュートは入るか。悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。このボールはタッチを割ります。スローインです。スローインはしっかりと味方につなぎたかったですね。このボールはスローイン。スローインが相手に渡りました。ここはどうしたでしょうか。チャンスと見たのか。思い切ったシュートでしたね。遠くから打ってきましたが枠に行ってませんね。先ほどのリプレイをご覧いただきます。これはチームを救いましたね。試合は終盤です。昇格がかかっ主審が試合を止めます。決めに来た。キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーキックです。ボールを回して味方の上がりを待ちます。このクロスは合いません。逆にピンチとなります。相手がボールを奪い攻撃を止めました。フィールドの中盤でボールを奪いました。さあスローインでの再開です。さあスタジアムのテンションが上がります。ラインを割りました。ゴールキックに変わります。なんとかプレーを切りました。ボールへの寄せが非常に速い。ひとまず前に出しました。ややトゥレ、わずかに外れました。入っていればハイライトを独占していましたね。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。さあ決まるか。いい形でゴール前まで持ってきました。これは来た。ゴール。貴重な追加点が決まりました。昇格に向けて視界は良好です。